サギの種は溶けた瞬間。栽培編、ネギの定食作業です。森の奏です。200ケストレー1枚あたり15メートル分ほどになります。ネギは酸性土壌を極端に嫌いますので注意が必要です。黒石灰等を用いて必ず酸度矯正を行いましょう。四角く囲ったところに肥料を撒いていきます。1枚あたり10-10-10の 10% 肥料なら 400g、 8-8-8の 8% 肥料なら 500g を撒いてよくかき混ぜます。これから畝立てをします。土寄せ作業を考えると畝幅は90センチから1メートルくらいがいいと思います。今日は畝幅95センチで定植します。印をつけて10センチくらいの深さの溝を作りましょう。紐を引っ張って線をつけていきます。目安になる棒を刺していきます。そこから95センチの畝間を測っていきます。ここから 7.5 メートル測っていきます。反対側にも95センチ畝間を取っていきます。クワを使って10センチくらいの深さの溝を掘っていきます。立てできました。これが前回専用した本葉1枚目です。そしてこれが本葉2枚目です。で、この伸びてきているのが本葉3枚目です。このくらいになっていれば定植適期の苗です。定植する苗の2回目の専用を行います。1回目の専用より少し長め、8から10センチに専用します。
1枚あたり 2,3 回往復します。たっぷりと換水します。同時に投毒のある殺虫剤や殺菌剤を処理すると定植後の被害を軽減することができます。下の方までしっかりと水が入っています。2月の12日に撒いた森のかなでを定植していきます。拳一つ間隔で苗を立てかけるように置いていきます。私はこれを使っています。7センチ間隔で印がついています。5個ぐらい置いたら土をかけて手で鎮圧していきます。足でしっかり鎮圧していきます。また足で鎮圧していきます。定植前に撒いた量と同じ量の肥料を株元に撒いていきます。トレイ1枚あたり 10% の肥料なら 400g、 8% の肥料なら 500g です。土寄せの程度を測るのにこの目安棒を使うと便利です。ここが地際で10センチ、20センチ、25センチ、30センチのところに印がついています。これを刺していきます。これで終わりになります。最後に登録のある除草剤、発芽抑制剤を用いると雑草に悩まされることが軽減できます。伸びた分だけ土を落としていき、2ヶ月後には真っ平らになるようにします。地質やコンディションにもよりますが、秋になるまで追肥は行わず、梅雨時期、酷暑期は生かさず殺さずの管理に努めましょう。次回は夏越しのポイントについて説明します。お楽しみに。1917年創業、時田種苗。